はい、どうもタイガです。お疲れ様です。皆さんこちらご覧ください。じゃん、増援レベル3やっちゃいました。ゴブリンアビリティ完成。というわけでですね、今回このゴブリンのアビさんを使っていきます。すげえ楽しみだったんですよ、このゴブリンね。前回ね、動画出したと思うんですけど、めちゃめちゃ楽しかったんで速攻でアビさん作りました。で、まあアビさん作った理由として、まあ、アビさん使ってみたさはあるんですけど、一番は虹バッチですね。あの虹バッチが今後欲しいので、やっぱ虹バッチで1体増えるとやばいじゃないですか、普通に。なので、まあ、先にもう作っといても変わらないから、せっかく今トロフィーでゴブリンやってるし、先にアビさん作ろうかなって感じですね。はい。ってわけで、今回もご視聴よかったら、ね、最後までぜひよろしくお願いします。そして、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。よっしゃ、やりましょうか。いい感じっすね。楽しいっすね、このキャラは。本当に。で、アビさんを作ったので、2戦目やっていきましょう。いやーもうね、ゴブが楽しすぎてね、白タドが楽しい。メタドラバールが環境で、まあ、実際大型のね環境はねしょうもないんですけど、ゴブが楽しい。アビさんを作ってしまったよ。アビさんをもう作っちゃったんですよ。アビさんで、このゴブがですね、いいところが開幕も強いんですよ。2体出したあとまだ5体いんだけど、これ間に合うんじゃないこれ。惜しい。まあ、こどれたからいいでしょ。え、それずるくない？え？やば。何その数。取りすぎやろ。ちょ、なんで、まあ、もう取られてるのにふざけんなよ。それはふざけすぎ。いくらなんでも。それはちょっとふざけすぎっすね。取りすぎっすね。さすがにそれはクソゲーすぎ。小玉調子もんな。さあどうしよっかな、この後。つえな。いろいろと。まあ、知ってんだけど、それやってんのは。すげえとこ湧いてきたな。よいしょ。で、倒したね。オッケーオッケー。ロックマン流そうか。まずゴブいるからね、一体。ユキンコ邪魔だな、マジで。どっちにしてもあれか。干渉無理か。こんだけ取られても勝てんのか、ゴブリン。お前優秀だな、マジで。惜しい。もうちょっと遅かった。取りすぎ、マジで相手。4体、5体で取ってた。それでも、ゴブが強い。ナイス。さあ、引き続きやっていきましょうか。2戦目ですね。いや、このキャラの D1 取れるのまだ楽しみだな。あと、このキャラちょっと見た目のフォルムをですね、D1 にしたいんですよ。D1 可愛いんで。それもあって、早く欲しいんですよね。アビさんも作ったから、マルチとかでも使いたいな。ソロでもね、いつか使いたいですけどね、アビゴブリン。普通に強いんで。さてさて。対空が欲しいな。まあ、これでいこうか。コラボ猫いるから開幕ゴブ使わなくて済むって結構いいと思うんですよね。よし、行こう。大砲撃ちますよ。あー危ねー、ラビットいた。撃たなくてよかった。で、これいいところが何かっていうと、取りやすいんですよね、圧倒的にゴブリンで。よいしょ。
うん、どうしようかなこれ。困ったな。あ、どうやってした。全然見なかったや。え、てか倒されてんのかあれ。そこ倒されてることに驚きだな。あのあれですね、デスに勝ってると思った。もうも猫重ねて結構削ったから勝ったのかなと思ったら普通に狩られてたんだ。うん、あ、ミスったな一応。で、これ倒すじゃん、終わりでしょこれ。他のところも止めようがないよね、絶対に止まないと思うんだけど、どうだろう。だよね、止めようないよねこれね、絶対に。台風っても間に合わないでしょ。え、ゴブ強ない？マジで強。まあ、ウィッチが頑張ったり猫が頑張ったりしたんですけど、中盤はねちゃんと。でマンドラいたりとかしてゴブどうしようかと思ったけど強。さあ3戦目っすね。え、ゴブが強い。マジで楽しい。こんな楽しいキャラだったのか。いやいいね。マジで。いや、バックオーディション単語そこフルしようとしたんですけど、いや、するんですけど、先にゴブリンだな、これ。先にゴブリン育成しますね。ちょっと楽しすぎる。これダメだ。ゴブリン中毒だわ。いや、これゴブリン中毒だ。マジ楽しいわ。やばいな。さて。どう取るかっすね。まあ、第2かな。取るならば。うん、さすがのゴブリン先生。ここ撃たれてやられちゃいましたが、まあ全然頑張ってくれてるでしょう。闇でも次ではいかんでも。それ倒してもらって、でそこリリスで見て、普通に重いのでゴブ出して攻めましょう。銃剣士いっぱいいるな相手も。さあどうしようかなこの後。まあ、どっちが早いかなって感じなんですけど、ゴブ同じことしちゃった。さてどうなりますかね。まあいろいろとね問題点はあるんですけど、さすがに相手の方が早いかこれは。どうだ、抑えられちゃってるなリリス。うーん、無理かな。銃剣士に綺麗にやられましたね。流れは面白かったですけど、止めたのは偉いんじゃない。ギリギリだけど、うん、ちょっとやられちゃいましたね。ゾンビをね止めるのに大型使っちゃったんで、まあ、しゃあないですね。大型使わないと止められなかったから。さあ続きましょうか。どう使おうかな。終盤も強いけど中盤も絶対強いと思うんですよ。中盤も
だ中盤に流してもいいんですけど、相手のキャラ次第では。相手が銃剣士とか持ってたらね、あ、2コス持ったら全然流す必要ないんだけど、2コスじゃなくて、だ3コスしかいねえなって思ったら、バンバン流した方が強いとは思うんですよ。まあ、キャラも使わせられるし、コストもどんどん持っていけるし。どうしようかな、これ。牙ね。まず1は牙。レムね、3につけるしかないんで、まあ5につけてもいいんだけど。ネタドラ行っちゃうかも、ごめんなさいな。おロボ来てくれた、ラッキー。でかい、それ、それ超でかい。2枚抜きできるもん、こっち。全然いい、全然いい、全然いい、全然いい。ロボありがとう。メタドラ、ここから狩られるかもしれないけど、十分ですね。相手がゾネス持ってるんで、そのゾネスをね、どうしようかなって感じなんですけど、撃たないよね、多分。お、撃った、天才か、お前は。まあ、来ますよね。それ、来るのはしたんだけど、お前、スケール一発で撃てよ。いや、マジ、スケール一発持ってね、やってるって。まあでも勝ったと思うんですけど、さすがに。どうすかね、ゴブがね、強えな、マジで。ゴブが強えな。あ、守られちった。ゴブいっぱいいたんだけど、コストもあったけど、守られちった。捨てるかも、後ろ。まあまあいいでしょう。よっしゃ、ラスト行きましょうか、ラスト。いいね、めちゃ楽しいね。ゴブにいいっすね。行きましょうか。頑張ってこう。アビさん、いいな。こんな楽しいか。虹バッジ早く欲しい、これ。虹バッジ早く欲しいな。牙の金取らないといけないですよね。牙補欠なんですけど。まあ、それでも、取りに行くぐらいには、楽しいっすね。さて。行こうかな。ちょっと、対空がメタドラしかいない中でこれは怪しいかもしれないけど、でも楽しそうなんだよな。さあ、お相手もゴブリンね。ゴブリン第3に出す、これ強いんですよね、この使い方普通に。そう、あれが強いんですよ。おっとおっと。果たしてこのゴブをね、どう止めるかなんですけど、まあ、まずちょっと加入しちゃおうかな。オッケーオッケー、メタドラじゃねえんだっけ、バルガが早い、ラッキー。早いバルガ切ってくれればだいぶ楽になる。全然カニが跳ね返せないですね。でオッケー、あー、それ壊れちゃうか。で、まあ、これはいいんだけど。そう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 。で、まあ、いろいろありますよね、こっから。なんでそこで吸い込むかな。なんでそこへ吸い込むかな、お前アホか、本当に。こいつはアホですね。いつも吸い込みそうないところで吸い込み始めるな。何なんだろう。でもってバルガがクソゲーっすね、相変わらずの。ゴブ使いたかったですけど、ゴブを使う間もなくって感じですね。まあ、蜂がいたんで、しゃあないんですけど。
勝ち返すなかなか使えてないんで。まあドローっすね。普段あんな吸い込みしないんだけどああいうなんかどうでもいい時に吸い込みばっかする。キメラさん殴ってくれ、おとなしくまあいいでしょう。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。今回やっていたのはアビゴブリンですね、ステータスが上がって1体増える、楽しい楽しい、1体増えるのがいいっすね。まだいんのみたいな、ちょっとね、まあ使い方、まあ要練習ですね。まあ中盤でもやっぱ使いたいし、終盤でも使いたいし、そこら辺うまくできるともっと強くなるんでね、いろいろと考えてみたいと思います。というわけで、今回も、ね、ご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。